日本のお年玉袋お年玉は、新年を祝うために贈られる金品のこと。単に年玉とも言う。現在では特に子供に金銭を与える習慣及び、その金銭の意で用いられている。聖母と異なり、目上の者が、目下の者に贈るのが特徴。反対に、目下の者が、目上の者に贈る場合はお年賀という。お年玉の語源は、 正月に年神を迎えるために備えられた丸い鏡餅イコール年神の霊魂が宿ったより大、年神の象徴が課長によって子供に分け与えられ、その餅が落とし魂と呼ばれたことからとする説がある。つまり、その年を一年間を生きるために必要な年神の霊魂イコール生命を子供に分け与えることで子供の無事な成長を願う。 宗教的な意味がある。また、これを年のありがたい賜物であるとして、年賜物と呼ばれたことから、とする説もある。なお、年は、稲や稲の実のりを意味する語でもあり、年神は、法上神でもある。お年玉の習慣は、中世にまで遡り、主として武士は太刀を、町人は奥義を、医者は眼薬を送った。現代のように現金を渡すのが、 一般的になったのは昭和30年代以降だとされている。これは経済成長とともに農村社会が解体され都市生活者となり犬や餅を作らなくなった代わりだともされている。また昔は正月に子供に玩ングを与えておりお金は玩ングの代わりイコール玩ング代だとする説もある。またはこの場合お金が 鏡餅と同じ意味、機能を果たしているとも考えられる。例えるなら、稲が、昨年の収入、鏡餅が、加算の集合体、お年玉が、加算からの財産分与、ということになる。厚さ戦中国のお年玉正月に子供に金銭などを与える、風習は、アジア諸国でも見られる。中国では貨幣に、呪術的な力があると信じられていた。 漢大以降には一種のお守りとして、子供に圧勝戦と呼ばれる貨幣を持たせる風習があった。また、信代に表された遠距を祭事期には、北京に見られる風俗として、お年玉に関する記述がある。現代のお年玉は、この風習の延長線上にあるものと考えられている。現代のお年玉は、圧祭戦と呼ばれるが、これは中国語で、歳と、たたりが、 同じ発音であり、年始に、大人が子供に金銭などを与えることで子供を襲う、たたりが抑えられ、その一年を平穏無事に過ごすことができるという、民間信仰から来ている。また、中国や、家境の間では、大人が大人にお金を送る、リゼという風習がある。韓国では、年配金というお年玉があるが、 年賀状のものに拝む服従行為をすることを前提にお金が付与されるのである。お年玉に類似のものとして現代において帰省を行うお盆の時期に孫を持つ高齢者が孫に対する贈り物として普及している。書室は2010年とされ関東、甲信越地方を中心にお盆玉袋が販売された。 2013年より郵便局が取扱いを開始したことを機に、全国の子供がもらえるようになった。年中行事時点 P5381958 年5月23日、初版発行にし、各遺症教編東京堂出版 AB 高橋。 昇る、山本俊也お小遣い研究とその文化心理学、子供とお金、お小遣いの文化発達心理学東京大学、出版会2016年、ISBN978 から4から13から051334から、イピアニッシも247から250。ありがとうございます。